皆さんこんにちは。今日もショーウェイの BMX の練習見学していくよ。こんにちは。今日は何の練習するか知ってる？なるほど。だからフェイキーの練習しているんだね。うん、そうみたいだね。なんかだいぶ安定してきたみたいだね。ちょっと前が嘘のように成功するね。失敗しても惜しいのが多いよね。重心のコツをつかんできたみたいだね。翔英が言うには、重心は低めで、戻るときに重心を少し高くするみたいだよ。なるほど、翔英もしっかりと研究しているんだな。スケボーも BMX も同じで、映像を撮ってどこが悪いか研究することが大切だよね。そうだな。おっと、ぼちぼち本命の練習を始めるみたいだ。本当だね。じっくり見ていこう。一発で決めます。大丈夫かな。うん、ちょっと回転不足で戻れたとは言えないけど、前よりはかなり良いね。おい、成功したぞ。本当だ。今のは成功したと言ってもいいんじゃないかな。もう少しフェイキーできるとより良いけど、今のはかなり良かったな。あれ完璧じゃないけど、今良かったことね。めっちゃゆっくりだったけど、なんとか耐えて行ったでしょ。重心移動が悪いのか、回ってほしい方向とは逆に戻ってしまうね。そうだね。ここの原因が分かれば改善ができそうだね。原因がまだ分からないので、もし分かる方がいたら教えてくれると助かります。ロールバックコードバランスが大事だよね。回りきれるんだけど全然バランスが悪いね。すごく平気になった後、切りたい方に切れない、逆に切っちゃうこともあるし、そこは難しいな。回るってことに関しては、まあ、問題なさそうなんで、回り切った後のバランスかな。まあ、フェイキーもそうだし、ロールバックの安定性とかも、まあ、そこには関わってくると思うんで、練習ですね。まだ無理でした。1回、まあダメだ、あれは1回、微妙なやつだったけど、まあ、あれぐらいが限界かなってところですね。はい、またお願いします。じゃ、こんな感じで、翔英は BMX の練習に日々取り組んでいるよ。これからも少しずつ動画にして配信していくから、もしよかったらチャンネル登録お願いします。僕からもお願いします。というところで、また次回の BMX 動画でお会いしましょう。それではまた。